希望です。肉とか買ってきたんですよ、いろいろドンキでね、気合入れてちょっと買ってきたんですよ。買ってきたんですよ。お腹すいた。したら割り箸持ってきた人ゼロで、ゼロ人です。5人中ゼロなんですよ。割り箸持ってきた人前もだったぞ。前もでした。で、結果、いろいろね、試行錯誤してこれを見つけてきたのが、この竹。これね、花城さんがゲットしてきたんですよね、これ。そう、俺が見つけてきた大活躍。これからお箸を作ろうっていう。はい、できた。菜箸完成。巨人のお箸ですね、これ。しゃあないっすね、これでよろしくないっすね。ドラハンターっすね、実は。さすが。買えないと思うけどな。ドラハンターお箸作り。ドラハンターのお箸作りっていう動画。どうか。いろんなパターン。チャンネルで上げたらどうですか。いろんなパターンの。ガーラハンターの手ぬぐいとか。手ぬぐい。ガーラハンターの休日。もはや。もうすげえ。わ、すごい。一本できた。あ、これはいい。できたんだ、これ。お箸ですね。まさに。これでやっと肉が食えるぞ。お箸ですよ、これ。600円も出せる。手作りですっつって。酔った勢いで600円も。あの花城さんが作ったお箸、ガーラハンターが作った割り箸って、果たして価値があるのか。ありますよ。もうちょっとなんかヒゲとか伸ばしてほしいね。ヒゲとか伸ばしてほしい。仙人みたいな感じになりますよ。この道30年みたいな。まさかこんなところであの橋作ると思わんの。確かに。作った人いますかね、ここで。あ、いる。あ、いるんですか。この間森中来た時もやりました。同じようなお箸を忘れて、お箸忘れて、ハイサイ探偵団らしいですね。名古屋遠征した時もあれひっちゃんはって俺忘れられたからね。忘れなくて人間忘れ、人間忘れ。あの、そうです、道頓堀行って企画するっつって、で、孫の子さんとひっちゃんと自分いてなんかやってたんですけど、いつの間か話盛り上がりすぎてからずっと歩いてるんですよ。で、道頓堀過ぎていくって、そのまま。もう企画じゃなくて、話が盛り上がりすぎて。あれ、ここどこ向かってるんですかみたいな。あったっすね。あった。なんかここ何もなくねっていうところまで歩いてるって。しかも誰も止めないっていう。誰も気づかないって思う。気づかない。箸できたよ。人数分の割り箸。人数分。今日の出来はどうですか、これ。おお、これはもう、食べ物を掴むだけではなくて、人の心も。すごい出来が出来ですね。なんだって我々も掴まれてますからね。掴まれてる。離さないですね。欲しいでしょ。欲しいですね、これ。よだれが。これ持って帰りたいね。何も食べられないからね。これでパスタをすすりたい。パスタかい。ラーメンじゃない。フォーク出されてるのに、これでパスタをすすりたい。洋風なんだね。ジュージュー行ってきた。ジュージュー行ってる。早速火力高いね。火力高い。お、早い。この結構風強いですから安定感ですね。風の、あの火の安定感。あー、美味しそう、いいね。屋外よっていう、すごい。おー、いいんじゃない。早くないですか。完全に腹壊して、あの、花澤さん、あの、船出してもらっていいですかって。カエルハメになります。おにぎり。これ手作り、まさか。手作りらしいっすよ、花澤さんが。汚いけど。いやいや、もう愛情こもった。愛情こもった。CT を何本を釣ってきた手で握ったおにぎり。いただきました。入れますよ、入れますよ。ありがとう。フランス料理家っていうぐらい少ないんだから。あ、じゃあじゃあ、みんな分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 があるから。俺めっちゃ大盛りです。笑わせこれは少なすぎですよ。花島さんの上でハゲタカがこう回るよ、これ。いただきます、いただきます。あ、しっかりつかめて、お箸。いただきます。うまい。どうですか、出来上がり。うわー、うまい。熱々。うまい。あの翔さん、ティーアンダーが効いたんだ、ティーアンダー。低油、低油ですね。一粒一粒にちゃんと指紋が残ってます。指紋を噛み締める。これも美味しい、これ。こんばんは。こんばんは。今ね、朝の5時です。当たりがないですね。当たりがないですね。で、餌もね、2時間に1回交換してるんですけど、ダメです。すごい眠り方ですね。今、当たりありましたね。もしかしたら、もう一回曲がるかもしれない。あれ、お、
おおおおおおお。近い。あれはたけし、じゃあ構えようか。車庫外。おれおじらじらしますね。いい当たりがあったんですが乗らず。おお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 お。入ってくれないですね。はい、あれから当たりないので一旦宿に戻ります。ちょっとエンジントラブルが起きましたね。エンジンの紐がかかったと同時に切れてしまって手漕ぎで向こうまで行かないといけないハメになりましたね。あるった巻きつバケツ意味あるのかな、あれ少なからず意味あるのかな。どうなんですか、この名は。村道ですね。さっきよりはだいぶ酔ってきてますね。休憩ですね、絶対きつい。もうちょいですよ。もうちょい、もうちょい。いっちゃんバタ足終わった。いっちゃんバタ足してる。すげえ。じゃあこっからちょっと自分もカメラ止めて手伝います。無事戻ってきました全員。お疲れ様です。1回目で実はこちらエンジンのブルンっていうのが使えなくなって、あ、切れたんだよ。切れて、これ切れた瞬間エンジンから。でもオールで迎えに行くぞってことでオールで迎えて、ひっちゃんとね、花城さんがもう腕パンパン。絶対きつい。で、オールこれこれね、これで一応これ出すよ二人で。で、自分もね、途中からこの犬かきこうビート版の授業をやってよかったなと思いましたね。びっくりした。なんか4人乗ったなと思ったら急になんかひっちゃんが後ろでバシャ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 って。たけしはバケツで漕いでるし、バケツの2人こう。まあなんか何らかんな力は入ったんじゃないですか、ね、少しでも力になればいい。そうだな、なったんじゃないですか。で、もしエンジンがつかんくなって、はい、でオールもない場合、はい、まあそんなことないと思うんですけど、そういう場合はこういう風にこれでサンダルで漕ぐ、サンダルで漕いだこともあるらしいです。花城さんの経験談、花城さんの経験上、これこれ魚さんですね、魚さん。みんな魚さん履いた方がいい。こっちの、こっちの、やば。はい、宿に戻ってきてちょっとね、ご飯を食べてます。じゃあちょっと休憩しようか。はい、休憩して、どんぐらい休憩します？12分だね。12分休憩、これ飯食ったら終わりじゃないですか、これ。ちょっとね、今日クリーンビーチがあるみたいなんですよ、はい、ちょっとそれに参加してそっからまた釣りっすね。やばいな、昨日のところに戻ります。もう仕方なく12分早いっすね。早いわけよ。24時間というものは短いもんで。短いな、睡眠という概念がね。昨日 GT 釣れなかったじゃないですか、うん、まあ釣りだけじゃないと、はい、今回ね、こちら、花城さんたちがこういうふうにクリーンビーチしてるんですよ。おー、素晴らしい。定期的になってるんですけど、はい、今回僕たちも参加しようということで、はい、じゃあ早速もう少しゴミ減ってから参加しますか。ゴミ減ってる。楽しようとしてるんですか。いや、それは嘘ですけど。率先してやっていきましょう。釣り人がいれば水辺はきれいになる、こういうふうになるといいですね、うん、今、そうかって言われたら、うん、そうじゃないっていう、そうじゃないっていう、ひろゆきに速攻で論破されそうな感じ。いや無理でしょって、一致ないでしょ、逆に汚してるデータあるんですかって。はい、じゃあこういう風に頑張って掃除してる人もいるよってことです、はい、あ、そうですね。これひどいね。海の中にもゴミがある。
さん海の中掃除中です。大量花椒さんなんかチームも月1やってるんだって。今回別のクリーンビーツなんですけどね、今回はうちのチームのメンバーが、ツイッターで見て、行こう一緒にということで、あ、参加したのかな。海きれいにしてる人には釣れるわけ。あ、そうですか、うん、いい名言出ましたね。そうだね今回釣れるかもしれない。そうもうきれいにしたから日頃の行いです、ね、釣れなかったらちゃんと拾ってないんじゃないかな。なるほど。釣れる人必ずこういう活動をやってるっていうことですね。そう毎日海にやっぱ感謝するのが大事だから。こういうふうにね、なかなかクリーンビーツしたいけど一人じゃできないっていうか出るじゃないですか。こういうのが月に1回あるんで、そういう時に皆さん参加しましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいね。これひどい。すごいですね、ここ。ひどいね。本当に心地いいな。一回の骨は燃えるゴミになるんだって。あのはい、これ燃えるゴミですか、これ。環境家の方。どうなんだろうね、これ。燃えるよね。多分燃えると思う。人たち、なんかこういう風にゴミを捨てる釣り人に一言もらっていいですか。モノモスケ。いきなり今日掃除やってるんですけど、本当ゴミ多いっす。釣り人のやつもやっぱあるんですけど、やっぱこっちにドライブ来たりする人たちのゴミもちょっと弁当箱だったり見られますね。はい、皆さんゴミは持ち帰りましょう。お願いします。お願いします。あ、ここもやばいね。打ち上げられて、ね、ゴミが相当溜まってる。匂いがすごいですね。匂いするよね、臭。これ絶対体に悪いんです。そしてインフミ合い組合ですね。よ大阪のラッパーなんですよ。よゴミ取ったぜよ。どんなもんだよ。いい組合組合の株が上がりますね。クリーンビーチに参加。なんて書かれてか分かんないですけど、いい組合組合クリーンビーチに参加。じゃあやりました。タケディ回収した後のコーヒーは美味しいだろうな。心なすか、タケシがお酒じゃないことに悲しそうですね。健康そのものですからね。中見たら何だろうこれ。お酒、8割お酒ですね。三品茶かな、ちょっと飲んでみます。一緒にして眉間の下が消えましたね。三品茶から心変わりそうなの。表情筋のコリが全部取れますね。これ飲んだらダメでしょ、昼からそんなんね。今日はそれはもうダメ。あとあと控えてますからね。前振りでしょ。前振りでしょ。見るのはタダだからね。見るのはタダ。周作さんもなんか見るのはタダですからね。あ、なんかいいっすね、このパッケージ。かっこいい、見たことない。これ三品茶っすよね。あれ、これアルコール入ってないですか。これよく見たらハイボールっすね。うわー、やっちゃったよ、マジで。ややかしたもう飲むしかねえ。ピロさんもどうでした今日、クリーンビーツ参加して。海が綺麗になると、気持ちもね、綺麗になりますね。おー、いいことだよ。いいことですよ。いいですよ。はい、今回ね、このクリーンビーツを主催した石峰さんですね。石峰さん、こういうふうにゴミ袋は定期的になってるんですか。いやもう今回が初めて。あ、今回初めて、はい、これからもやる予定でいます。あ、じゃあその際は告知は、ツイッターだったり、インスタグラム、インスタグラム、はい、口コミ、口コミ、地元の口コミ。はい、ということでね、また次回、プリンビーツあったら、ありがとうございます。お願いします。はい、お願いします。そして皆さんも協力お願いします。お願いします。いいことした後は、必ずね、帰ってくると思うんですよ。そうですよ。うわ、賛成。お、花澤さん、どこがいいですかね。花澤さん、あ、もう一回あげる。もう一回、もう一回、もう一回。